やめろって。まだに万殺遊戯をやるとしてる。俺企画分かったかもしれない。あの今日の企画はマジでやりたくない。やめとけってそんなお前。マジで俺やりたくない。やめとけってお前。まあ、僕はよくね。はい。あの編集終わった後、はい、まあ大体7時に公開してるの俺だって。そうね。だから編集終わった後ってむっちゃ開放感ね。そうね、開放感ある。うわ終わった。はいはいはい。でそのままよくこうエキスポシティに行くわけ。ショッピングモールね、ショッピングモール、ね、ショッピングモール、はい。で、8時で閉店するから、8時で閉店、限られた時間の中で結構ショッピングを楽しんでるわけよ。なるほどなるほどなるほど。でそこでちょっと今回ねまあ企画を思いついてしまいました。はいはいはい。なんですよ、なんでしょう。閉店10分前のショッピングモールにいきなり100万円渡したら後輩は何買うのか。ちょっと違ってた予想が。いやーそうだよ。そうか、これの新規性は閉店10分前。そう、なるほど。これがポイントなんですよね、今回の。なるほど。いや俺無理じゃん。ほんまにガチで100万は使ってほしくないよマジでこれ。でもいや無理やと思うで、エキスポシティで100万。で今回は、まあ、ターゲットは広まりでいこうと思います。あー、なるほど。私何も買えませんみたいな。そう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 。人やから意味があると。いや、そうなんですよ。てか、まあ、なんなら1000円ぐらいしか使わへん可能性もある。その可能性もある。そうなったらそうなったで、俺はもう嬉しいわけ。確かにね。いや、ちょっとほんま俺、脇汗やばいもんな。いや、もう俺、こんな怖い。いや、でも、これどうなんやろな。ちょっと気になりますわ、でもこれ。というわけで、やっていきたいと思います。はい、なんで、イースペースネクスト。でも、フィロマルってさ、はい、貯金って10万以下ぐらいなんです。いや10万以下はないです、さすがに。あ、さすがにもうちょっとある。トモとジェニーの時は結構さ、はい、なんかヤバそうな感じしてたやん。なんかもうホームレス寸前みたいな感じだったやん。はい、あ、多分骨折して医療費で結構逼迫するってヤバない？ちょっとやばい。え、じゃあ今億万長者だったら何買うの？仮に100万にしてみよう。カメラが欲しいです。あー、なるほどね。でもやっぱり1回30万円ぐらいのカメラを貸してもらったことがあるんですよ。おー、はいはいはい。使った時に顔が違うんですよ。プリクラみたいな感じ。そうそう、プリクラ。逆にセブンアルファ、え、アルファセブン、あれね、ソニーの。まあでもまああんまり良くないけどな、あれおすすめしいんだよ。まあ値段、まあでも5万ぐらいでいいんちゃう。お前ほんまどうしたお前。どうしたっけ。ただあれマジでやばい、注射めっちゃ下手くせや俺。でもどう考えてもこれおかしい。やばいやばい、注射全然できない。だからお前ちょっとお前どうした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 じゃないで、お前これ見てるちゃんと見てる。やばい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 。なんですか。そのままそのままそのまま、左いやもうこれ全然うわ全然うわくさい。やばい、絶対友達おらんやろ。もうおらんねん、おらんねんけどさ。マジでさ、友達って誰なん。YouTuber、 三脚三脚やばいやな。三脚うわ一番底辺。その日きりマジで死ぬ時ミスったと思うと思うで。お前お前笑いかすんなって止められへんやんけ。お前だからおめっちゃ空いてる。やった、めっちゃ空いてるもん。ここやったら絶対駐車できる。当たり前やですよ。これで駐車できんかったら、これで駐車できんかったらお前もう運転免許返納した方がいい。返納した方がいい。返納した方がいいよ。何してんのお前、さっきからずっとここでぐる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 。いや、俺が言いたいわ、そんなお前。もう友達やめようかな、ほんま。やりたくてやるわけちゃうって、ほんまに。死ぬときその生きりミスったって気づくから。お前、友達、周りから人いなくなって。これ結構人生レベルのミス。どこがいいピロマルション選んで。え、もうその右のとこで大丈夫です。右、どれ？どこ止めればいいって言うけど、お前全部空いてるから。全部空いてるから、お前。ピロマルこれどういうことか説明してくれへん。風水とか勉強しました。じゃあ行くぞ。あるぞ。何を買うんですか。ピノマさん、ちょっと100万あるから。ほんま閉店10分前やから、はい、これで好きなの買って。いや、怖い怖い。はいはい、ちょっと待って。もう10分しかないから、はい。ちょっと、はい、はい、渡したで。じゃあ怖い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 。何のお金ですかこれ。100万円。いや、分からん。8時までですか。よーい、ドン。僕はもう関与しないんで。え、ほんまに使っていいんですか。どう使うか、マジ。え、ちょっと待って。あとは頑張って。マジっすか、ちょっと待って、怖い、ほんまに。いやいやいや、めっちゃ恥ずかしいし、めっちゃ見られる。
つだって。本当にいいんですかこれ使っちゃって。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。いやでも、ほんまに使っていいんかな。いやでも今一番欲しいのがやっぱりカメラなので、電気屋さんに行きたいと思います。怖いわマジで。さあ何を買うでしょうか。いやでも振りはめっちゃしっかりしたな。いや、振りは10分間の粘り、10分間の粘り。普通予想の大変やったわ、ツッコミ側で。でも結構俺たちがちゃんと何に使うみたいな前振りをしてたから。そうやな、もしかしたら冷静に標的を見定めてるかもしれない。確かに。これ走った方がいい、もしかして。やばい、骨折した右足痛い。企画託されたからには1円も使わないなんてことは良くない気がするので、はい、やばい、トイレ行きたいな。ちょっと花尾さんの駐車できへんかったの、そういうことか。エディオン着いた、エディオン着いた。レース待って、あと6分しかない。いや違う、これじゃない。え、すいません、セブンアルファーシーってありますか。もう置いてる分だけで。あ、そうなんですね。お探しのやつがあれなんですか。はい、もうあってってことで C を探してたんですけど、ちょっとどうしたらいい、どうしたらいい。2と C ってどう違うんですかね。調べよう、ちょっと。いや全然全然。うわ怖え、まあ、ほんま真っ赤。アルファ 7C って言った時のこいつの顔めっちゃおもろかったな。仮に3万以内やったら、うん、逆に 7C をあのご褒美に買ってあげるまである。バグってる、感覚おかしいやついるって言って。あれやろ、あのいざあの買ってきたら、まあ、まあまあ 2,30 万かってはならへんの。いやならへんね。ならへんの。ちなみにマジでお前それでよくこの企画やった。いや俺はピロマロを信じてるから。あ、なるほど、こいつらきっと。マジで本来ヒカルさんがやる企画なんや、ほんまにこれ。いや間違いない。ただほんま俺思いついてしまってんなこれ、ほんまに。だから俺が捨て猫拾ったみたいな感じな。捨て猫って見かけたらさ、自分が拾うしかないやん。そうやな、もう自分でやってしまったから、もう自分でケツのケツ不幸みたいな感じね。はい、あれですね、やっぱり欲しいものじゃないと買いたくないです、私は。というところで、あと残り2分です。どうしたらいい。一度ね、島村楽器にやってきました。ちょっと待って、あと2分しかない、あと2分しかない。すいません、ちょっといいですか。ギターについてなんですけど、あの初心者から始めるのに一番いいアコースティックギターとかってあります。初心者だから、はい、そのギターとかっていうのはないんですけど、はい、よく売れてるのはこのゼンガスっていう。ああ、なるほど。3万円以上ぐらいのやつ。じゃあこれであの初心者セットみたいな感じでまとめてもらったりできます。今ですか。はい、あ、てかこのギター今買わせてもらったりできます。あ、それは全然大丈夫。じゃあお願いします。はい、触ったりとか弾いたりはしなくても大丈夫です。大丈夫ですか。はい、まあ、聞かれるのは女性の方で。女性です。やっぱ、まあ、はい、やっぱまあちょっと小さめなんで。はい、なるほど、すいません、閉店ギリギリに。あ、来た。はい、お疲れ様です。すいません、シンプルに迷子でした。お疲れ様です。声がちょっと爽やかな、なんなん。車を見つけると安心感で今。あ、そういうことね。はい、もうぶちまけてやったぜみたいな、そういうことかと思いましたけど。ちなみに買えたか買えなかったかだけちょっとまずお聞きしたいんですけども。あー、はい、なるほど。はい、それで言うと、ん、ほ、買えなかったです。え、買えなかったです。え、返却いたします。え、どういうこと、どういうこと、どういうこと、どうした。
ちょっとこれ今お渡しできるような状態じゃなくてですね、あーなるほど、乾燥とかだったりで今、はい、ギターがあまりいい状態ではないので、うん、これを販売するっていうのがちょっと難しいかなと思います。あ、そうなんですね。もし別の色とか、うわー、じゃあ大丈夫です。大丈夫です。すいません、ありがとうございます。やばいやばい。花尾さんと電眼さん、ごめんなさい、取れ高がなかったです。いやー、広さん、お疲れ様です。お疲れ様です。いや、もうなんすか、10分無理ですよ。はい、まあ、というわけでいきなり100万円あげると何も買えなかった。何も